い、スズキの RMX250 の紹介ですね。皆さんちょっとね、このバイクすごいんですよ。だから最近スズキが出したみたいな感じの雰囲気で説明をしていこうと思うんですけど、はい、今のちょっとモノマネなんですよ。実は今のなんと最近のスズキだから出したと思って説明していこうと思うんですけど、はい、誰のモノマネでしょう。分かったらコメント欄に書いてくださいね。はい、なんですけど、またスズキがですねやってくれちゃいましたよ。はい、素晴らしいですよ。何が素晴らしいかっていうとですね、オフロードバイクですね。オフロードバイクで、今いろいろ言いたいことあるんです。言いたいことはいろいろある。みんなも言いたいこといろいろあると思うんだ。でもまずどこにツッコミを入れようかっていうとですね、一人乗りなんです。このバイクは一人乗りなんです。タンデムステップがついてないです。ね。で、もちろんシートも、でもなんか無理すれば乗れるんじゃないかっていうような、長さしてますけども、男同士は嫌だなっていう感じですよね。はい。そういうような、まず一人乗りである点。スズキでオフ車でツーストで一人乗りっていうことですよ。まずその時点でね、その時点で皆さんもう愛と平和のこれだ、愛と平和の S、 あ、こうか、愛と平和の SS だな。今日もですねお客さんと喋ったんですけども、今の、2017年今現在の、メーカーラインナップの中で、スズキと川崎だけがデュアルパーパスっていうのを出してるんですよ。で、デュアルパーパス、要はその昔でいうところのアルプスローダー、ね、オフもオンも行けるというバイクなんですけども、ホンダとヤマハは見向きもしてない、オフロードタイプのバイクで、出している。そのまま、ちょっと変えただけっていうような感じで出してる。セロとですね、CRF 出してるんですけども、どっちが売れてるっていうか、注目を集めてるのかなって思うと、やっぱり CRF とかセロとかなっててですね、250のデュアルパーパスっていうのは僕の予想ですよ、ね、欲しいなと思う前に誰が買うんだろうっていう点にみんな注目してると思うんですね。はい、でじゃあですよ、じゃあなんでそういうことを思うのかっていうと、オフロードに乗る人、オフロード行きたいなっていう人が選ぶものっていうのは、オフオフしないとダメなんです。オフ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 ってしないとダメです。オフオフしてるものに乗って山に行きたい、山に行ってみたいっていう人たちが、じゃあ結局どうなるかっていうとですね、デュアルパパスの話はもう終わりですよ。どうなるのか、結局そういう人たちがどうなるのかっていうとですね、どんどん一人になってくるんです。はい、どんどん人になります。オフロード楽しいです。オフロード好き、僕もオフ車好きなんですけども、大体ね、考えることがだんだん極端になってくるんですよ。究極極端なのは、今の時期にスパイクタイヤ履いて北海道を走りたいとかですね、大体そういうことを考えるとですね、全国的にネットとか使ってやる人を探せばちらほら散見されますけれども、例えばクラスの人たちにそういうことをやりたいかとか聞いてください。ね、会社の人たちにそういうことやりたいかとか聞いてください。家族で聞いてください。ね、いいね、へえ、すごいね、で最大限、はい、大体いや俺さ、今度さ、おっしゃろって、ちょっと雪の林道を攻めてみたいと思うんだけどさ、なんかスパイクタイヤとか履いてさ行ったらちょっと楽しくないとか言われたら、何、もう一回言って、こんな感じです。はい、だからさ、オフ車でさスパイクタイヤ履いてさ、マカロニピンをさ2メーター突き出しでやればさ、あ、いや2ミリ突き出しでやればさ、アイスバーンでもいけるからさ、何語今のみたいな、これがオフ車乗りの末路なんですよ。だから何が言いたいかっていうと、一人乗りなのは正解なんです。鈴木さん、これが言いたくて今までの話は全部やってました。はい、っていうことです。はい、で、あといろんな突っ込みどころがあるとしたらですね、倒立フォーク、これ最終型になると成立になります。はい、というのは多分鈴木さん最初の時点でめちゃくちゃこう気合い入れてですね、ちょっと時代の先を行き過ぎた、オフ車で成立、倒立フォークって時代の先を行き過ぎた、92年とかですからね。で、成立になって、性能良くなったと言ってるんですけども、気合い入ってるなっていう気がしますよね。で、車重が軽い、115キロぐらいしかない。115キロっていうのが軽いか重いか、
SR がだいたい160キロぐらいですね。あの 400cc の短気筒ですね。 SR が160キロぐらいです。で、石郷賀くんがだいたい106キロなんで、石郷賀くんがですね、あの10キロの米を持って、あの売り場をこう裸で歩いているぐらいの重さだと思えば、皆さんイメージがつきやすいんじゃないかと思います。ね、もうバッチリイメージつくわ。はい、なんですけども、はい、で、なんだっけ、で、ですね、馬力が40馬力出てます。はい、で、もともとエンデューロレーサーで、まあ、保安装備をつけただけみたいな感じですけどね。で、40馬力出てるっていうんですけども、まあ、正直エンデューロレーサーだったらもっと出てます。125で、もう42、3馬力出てる、モデルもありますので、エンデューロレーサーだったらもっと出てるんですけども、まあ、正直ですね、公道を走るのに際してですね、そんなにたくさん馬力がいらないです。はい、40でもやりすぎだと思います。まあ、通走だから、まあそこを楽しむのだと思うんですけども、そのくらい爆発的な加速をします。で、 RMX って言ってますけども、僕これを見ていつも思うのは FMX を思い出すんです。何かっていうと、フリースタイルモトクロスってやつですね。皆さん、あの1回ぐらいはテレビとかで見たことあると思うんですけども、バイクがですよ、ピョーンってすごい、うわーって飛んでって、で上でね、いまだに何の意味があるか分かんないんですけど、バイクでピョーンと飛んでって、飛んでる最中、空中でこんなになったりとか、こんなになったりとか、こんなになったりとかするやつですよ。ええ、あれ、いや、すごいよ、パフォーマンスとしてすごい。でも多分意味を考えちゃいけないんだろうなっていう気はしますね。はい、あ、ちょっとエンジンかけましょうかね。で、プロスクールチャンバーが入ってますので、ちょっと音は大きめです。リザーブにします。はい、いいですか？いきますよ。せーの。一発です。なんかね、こう一発でプロスキルのツースト250がエンジンかかると、いきなり何かが爆発しちゃう音がしますよね。バーン！ブーン！ブーン！モンスターエナジー！やめよ、響き渡ってるしね。このね、プロスキルチャンバーはね、結構な音はパン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 って出るんですよ。で、どうしてもこれが嫌だっていう人はまあこれ選ばないと思うんですけども、まあ、乗っててですね、お母さんに怒られたりとか奥さんに怒られたりとかなさったら、ぜひあのノーマルのものに変えていただければなというふうに思います。はい、で、あと前後タイヤ新品です。で、各所のメンテナンスはかなりされていてですね、まあ、最後になっちゃって申し訳ないんですけども、走行距離9074キロ実装なんですね。で、これ前のオーナーさんから買い取らせていただいております。ウホ買い取りです。どうもありがとうございます。で、ですね、そのメンテの出自も分かってるんですけども、状態としてはかなりいいです。まあ、本当は最初にこの話をするべきなんですよ。一人乗りでウホウホとか言ってる場合じゃないんです。本当は最初にその話をするべきでした。本当に申し訳ございません。もう鈴木っていうなると興奮しちゃうんですよね。 S、 はい、あ、逆だ、 S、 ちょっと近く来てください。はい、一周どうですか。お綺麗です。で、ですね、ちょっと止めるの後ろすぎたな。よいしょ、はい、もうぐるっと回ってください。はい、で、タイヤもほぼ新品ですね。で、各所のカーバーとかもついてて、ですね、で、このジータのカバーがついてますね。はい、で、なんかフルパワーの海外モデルはキャブの外径が33が38になってるだけのようですけども、よくわからないです。はい、ピカピカです。このね、このフェンダーとか外装パーツがピカピカなんですよ。だいたい日焼けしてますからね。で、フロントものイボもヒゲが残ってますね。はい、でスポークも綺麗です。どうでしょう、これね、こんなに綺麗な状態で残ってる RMX ってなかなかないです。はい、自信持ってこれはおすすめできますよ。バッビョーンで飛びます。これはこんな感じの、ここは何を入れるかっていうとですね、おにぎり入れてください。空なんで、中にこう開けてもらえれば、コンビニで買ったおにぎりを入れるのと、あとこれがですね、
これあのおにぎりホルダーです。おにぎりを入れてこうやって押さえておけばおにぎりが落ちないよっていうやつですね。はい、でちょっとお箸とか入れられないんで、まあ、パンとかおにぎりとかそういうのにして、走ってですね、で、例えば林道とかで、ガス欠になったりとかしたらそこを出して食べると、食べてどうしようかなとと考えるっていうのがよろしいのではないのかなと思います。今鏡に映った自分を見て分かったんですが、頭ボサボサですね、すいません。はい、というわけで素晴らしい鈴木の素晴らしい鈴木のスーパーバイク、はい、3つの S です。ここだ、3つの S、はい、RMX250 です。いかがでしょうか。お探しの方絶対全国に5万人はいると思うんですけども、残念ながら1台しかないんです。はい、なので、お問い合わせお待ちしてますんで、どうぞよろしくお願いいたします。